んにちは。ザマットカプセルマーケッツのグッズ紹介動画ナンバー03。今回はマットグッズの中でも高級感あふれるシルバーアクセサリーやレザーキーホルダーについて。これから紹介するグッズが発売された当時、私タクマットは超貧乏学生だったので、すべて後から手に入れたものになります。まずはじめに紹介するのはこちら。重量感あふれるこのごつかわいい指輪、デジドックリング。このリングは、1997年、デジドックヘッドロックツアー97の時期から受注開始となったグッズで、サイズは11号、13号、19号の3種類あり、全サイズ税込み2万3000円。上から見ても横から見ても、真正面から見てもとにかく可愛い。実際に指にはめてみたらこんな感じ。目立つこと間違いなしで、コアなマットファンアピールできますね。次に紹介するのは、マット9枚目のアルバム、オシレーター・イン・ディストーション発売時にさよなら1999企画が行われ、その中で販売されたシルバーアクセサリー、ポチシルバーヘッド、ペンダントトップにボールチェーンがついたこのアクセサリーも、すごく重量感があってかっこいい。発売当時買えなくて本当に悔しかった。ごつさの中に可愛さがあるので、男女問わず使いこなせるアイテム、価格は1つ2万円。そしてもう一つさよなら1999企画で販売されたシルバーアクセサリー。超ごつかわいいポチシルバーブレスレット。これはもう5個もシルバーのポチの顔がついていて重量感も半端なく、マットグッズの中でも最高に高級感あふれるアイテムです。価格は一つ4万9000円。当時オシレーターインディストーションの CD の中に入っていたこの通販チラシを見て買いたくて指を加えていました。実際に腕につけてみるとこんな感じ。こんなんつけてる子がいたら腕にばっか目いっちゃう。やろろ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 。そしてアクセサリーついでにザマットカプセルマーケッツの支援組織 CCC に入会するともらえた会員認識票のドッグタグ。こちらも最高にかっこいい。最後にマット唯一のオフィシャルキーホルダーがこちら。パークの時期に作られたこのキーホルダーは革に当時のロムを型押しした高級感あふれる仕上がりになっていて、使われている革もとても分厚く、めちゃくちゃかっこいいグッズです。価格は一つ1500円で当時販売されていたようです。マットのキーホルダーはマットの歴史の中で今のところこれしかないかと思います。ということで今回はマットグッズの中でアクセサリーについて語ってみました。また次の動画も見てくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。